現在ナン,バーアンダーバーアイに所属している平野翔がドラマ「クロサギ」t b s 系続編の主演に内定したと8月2日の週刊実は web が報じた。写真あり、ソロで世界デビューが噂される平野翔記事によると続編の放送は2025年秋を予定しているという。クロサギは 2006年に山下智久さん主演でドラマ化され、2022年に平野さん主演でリメイクされたんです。2022年版の最終回では、黒崎の旅は続く、とテロップが表示され、続編を匂わせるような終わり方でした。しかし、第3話が放送された日、平野さん、岸優太さん、神宮寺優太さんがキングプリンス脱退を発表し、続編どころではなくなっていたんです。 それでも、ドラマの人気自体は高く、過去にも続編の動きは報じられてきました。2023年10月には、初代クロサギの山下さんをゲストに、TBS 内で続編制作が計画されていると、女性自身が伝えています。いよいよ話がまとまった、ということなのかもしれません。芸能記者。だが、喜ぶ声ばかりではない。X では、 今回の報道に反発する人々の声も上がっている。クロサギ大好きだから嬉しいけど、ほんとなんでジャニーズ辞めたんだ WWW この仕事の選び方じゃ沈みゆくデューから乗り換えたかっただけとしか思えないよ。スノーマンやキムタクとか CM 失ってんだけどドラマやる意味わかんないわ。海外進出したくて事務所辞めたんだから CM やドラマじゃなくてヒップホップで海外進出しててください。 えジャニーのお下がりでまだ仕事すんのわら、反発の一員には、平ヤらがキングプリンス、旧ジャニーズ事務所を脱退する際に語った、海外進出、宣言が挙げられる。三人の脱退理由は、海外進出をめぐる方向性の違いだと伝えられてきました。実際、世界を目指すための脱退と言われれば、ファンも納得せざるを得なかった。しかし、脱退後は、 滝沢秀明氏率いる東部で即座にナンンバーアンダーバー愛を結成。最近は音楽番組やイベントへの出演頻度が増え、平野さんは日テレの特別番組、3 p e o p l e ミニッ m i n u t e s で地上波の初 MC を務めるなど、海外進出宣言とは裏腹に、日本のテレビ番組において存在感を増しています。その上 旧事務所時代につかんだ主演ドラマの続編も行われるとなると、金プリ時代のファンたちは複雑でしょう。さらにややこしいのは、金プリ残留組である長瀬廉、高橋海人さんも、台湾を足がかりに、世界進出を視野に入れていると報じられていることです。ファンの間では、結局5人全員が世界を目指していたのなら、なぜ脱退したのか。という疑問も噴出しています。前で、 芸能記者、今のところ、日本と世界、どっちつかずな印象ばかりが目立つナンバーアンダーバーアいいとこ取りは成功するのだろうか